それではちょっと失礼しましてね、女性の皆さん、びしょびしょになっていいんだよ。すごいね、おぎのびしょびしょの言い方。随分いいね、なんかちょっともう一回言って、びしょびしょ。びしょびしょになっていいんだよ。いやだったもうゾキッとした。そうそう、びしょびしょの負け。びしょびしょ。やばいやばい。そうそう。あーもうダメ、耐えられない。すごいよ。あそこでほら今野さんもちょっと見ながら言って。あ、本当だ、今野さんも聞いてんの。びしょびしょになってんだろ。キャーっつってる、キャーっつってる、キャーっつってる。なっちゃってんね、なるびしょびしょになっちゃってんね。初濡れじゃないの今年。ね、今年の初濡れじゃない。まあね、これまでのメガネビーキではね、ダイナマイトエクスタシーとか妄想総選挙とか、はい、男向けの企画ばっかりだったでしょ。うん、まあそんな中、続々と寄せられていた女性リスナーからの女性向きもやってほしいという声、これ結構ありましたね。あったあった。まあですが、まあ我々はそんな声を、まあ、完全に無視してきました。ガン無視ってやつですね。ガン無視しましたね。うるせえっつって。でもね、それじゃダメだってこと分かったの。本当に女性リスナーの方はね、やっぱね、あれ聞いてない、あんまり、うちのラジオ。確かに数字に出ましたもんね、うん、そうですちゃんとね。だから、改めて、はい、女性リスナーの皆さん、今まで本当にすいませんでした、ちゃんと真摯に受け止めました、だって女だってエロいんだから。本当はね、そうなんですよ、そうだよ、女ってすっごいエロいの。本当は男よりもエロいって言われてますしね。そうそう、我慢してきたんだよ、はい、それでも我慢、辛抱強く聞いてくれたさ、女性はいつでも我慢だ。女性リスナーのこれご褒美だよ、そうですね、ですから女性のエロさをね、このメガネビーキが完全にあれですよ、欲望を、女性のエロさの欲望を満たしてあげます、満たすんだ、うちのラジオで。これはおめでたいね。そう、ただ問題は何をするかなんです。そっか、なるほど。女性をだってびしょびしょにするってなかなか難しいよ、難しいよね。一応前声優リスナーのお金大好きゼリゼニゲルゲルでしょ、あれが電話でエロい言葉言ってくれたね。はいはい、ありましたね。ああいう女性って結構今の小木のさ、あれもそうだけど、ゾクゾクってくるのよ。声が、女性って声が好きなの。声、確かにね、声だけでそのいいらしいに、ね、いけるらしいね。なんかね、それこそ昔キリンの川島君なんて、あの声を聞きたいから付き合いたいなんつってね。そうだ、俺付き合った人いいんだから。いたね。そうだそうだ。だからやっぱ声。そういうのも必要だしね。はい、パンツの音を聞かせてもらったりすることがよくありますか。どういうこと？男のね。パンツの音。男向けのエロラジオでありますよね。男向けだと。パンツの音。女性のね。女性のパンツでしょ。音っていうのが一応想像。そっか。パンパンみたいなね、お尻叩く音とか。そういうの女性は確かに弱いかもしれない。あとチンチンのね。あ、チンチンでほっぺ。違う、下に、すごい勃起したおチンチンを下にこうやって、下にこう下げて、それを離した瞬間、そのお腹にパンって上がる音だ。なんで河野さん笑ったのよ。いいじゃないですか。ねえ、笑ったっていいじゃないですか。なんでわかんの、そんなこと。ねえ、おかしいじゃん、今の。だって、普通のチンチンはね、いろいろ、まあ、お父さんとか、なんか、そうよ。かもしんないけど。そんな見たことあるだろうけど。勃起したおチンチンってのは見たことないはずなんだけどね。下にこう引っ張って離すと、ね、そのへその方に当たる。当たるっていうの。あれ、大爆笑してる。やったことあんのかな。やってんだよ。やってんだよ、あれ。笑ってます、これ。雰囲気でね。雰囲気かな。と、まあ、そういったさ、いろんな、まあ、エロい方法、女性をこう、まあ、満足させるようなことをさ、何やったらいいかっていうのをね、女性リスナー、びしょびしょにさせよう委員会で話し合いました。そんな委員会できたの？はい。やっぱ、大事だね、もう。もう発足しました。はい。そうじゃないともう無理ですから、真剣に行かないと。確かに、そうだ。やっぱムードのある曲かけた方がいいんじゃないかとか。はいはい。声のトーンを低く喋るといいんじゃないかとか。あと、スタジオの照明もちょっと暗くしたらいいんじゃないか。それはでもあるね。確かに、こっちがね。間接照明とかね。間接照明とかでやってるとやっぱ。多分、聞いてる方もなんか、変わってくると思う。今日スタジオ間接照明でやってるって。
感じが出てないから出る出る、うん、絶対この大事こういうとこからやったほうがいい、そういうのいっぱい話し合ったんです、はい、朝まで、うん、朝まで、ね、全くいい案が見つからないそうなの、そういう時はメガネビーキはですね、うん、リスナーを頼ることになってますね。確かにいつもそうだ、はい、最後はリスナーが何でもやってくれるんだよな。そうですから、うん、こうすれば女性リスナーはびしょびしょになるはずという作戦を送ってきてください、はい、女性リスナーはこれならびしょびしょですよという案を送ってきてくださいおーおー、うん、それも来た、うん、ですから、はい、こうすれば女性リスナーはびしょびしょになるはずという作戦、うん、これ今日のメールテーマにしたいと思いますよ。お願いします。ファックス番号東京0355629540、メールアドレスメガネアットマーク TBS.CO.JP、 すべて小文字で送ってください。来た、うん、いやー世間はお盆休みなんだって。休みを満喫するのもいいけどさ、お盆っていう日本の伝統行事忘れちゃいけねえよな。俺らなんかそういうのちゃんとやってっからね。キュウリに割り箸刺してよ、ナスに割り箸刺してよ、チンポの尿道に割り箸刺してよって割り箸なんかさせねっての。チンポ刺すのは爪楊枝って何の話だったんだ。それではいくぞ1時44分出たたけし。メガネビーキに元アイドルのこれが来てるっつうことで早速行ってみましょう。こんな AD は嫌だ、臭すぎる、これ嫌ですね。 AD は忙しくて風呂にも入れないって聞いたことあるけど、臭すぎでね、あまりにも臭いから怒ってやったら、でも私元 NMB ですよ、それじゃあもっと書かせてってバカ野郎って元NMB じゃなくて元 NBA だ、これ嫌ですね。元 NMB かと思ったら元 NBA の選手でね、身長も2メートルぐらいあって、偉そうに説教してる先輩ディレクターもそいつにチンポ見せられたら、あ、なんかごめんってバカ野郎、生意気だ、米屋ですね。新人 AD のくせにやたら生意気でね、俺のこと舐めてるって聞いたら、はいって答えましたって、それ山里の話じゃねえか。ヒゲちゃんの愛人だ、米屋ですね。女の AD が入ってきたと思ったらヒゲちゃんの愛人でね、生放送中に膝の上に乗せてケツを撫で回しちゃったりして、どうしようもねえけど、まあヒゲちゃんの夢が叶ってよかったと思ってよく見たら、とんでもねえブスでしたって、くだらねっての。つうわけで今週は以上です。今週メールをくれた野村幸男ちゃんはラジオネーム大塚布団梶山さっさ28ノブジー以上の野村幸男ちゃんでした。次回のテーマ発表するぞ。再来週のスペシャルウィークが女に向けた企画だっつうことで、こんな女性誌は嫌だ、食ってこい。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキー。今日は放送機器のトラブルでラジオ関西のリスナーが冒頭の10分間聞けなかったということで、うん、はい、オープニングでやった小木の誕生日サプライズをポッドキャストでも配信します、うん、ただ肝となるスティービーワンダーね、ハッピーバースデー、あれはね著作権の関係でちょっと無理なので、すごい寂しい感じの音声になっちゃうじゃん。音楽なし、何が流れてんの、じゃあ音楽なしでなしで行きます。音楽なしで来て、おげちゃんに急に踊りますけど、何その音楽なしでやるのすごい変じゃない。でもね、仕方ないから、まあ、あったっていう感じでね、うん、想像していただいて、さあたくさんクソメンたちがですね、はい、びしょびしょになる作戦送ってくれてますよ。ラジオネーム好きな餃子は水餃子、うん、小木さん、八木さん、こんばんは、うん、女は爪の手入れをしっかりしている男が好きなので、はい、爪を